大水神社は、伊勢神宮高麗神宮の摂社。本項目では、大水神社と同座する、内宮末社の河合神社及び熊淵神社についても、記述する。三社とも、大和姫命が定めた神社であると言い、大水神社は山の神を、河合神社、熊淵神社は、水の神を祀る。ここでは三社共通事項を記述する。三重県伊勢市宇島座池町字林崎163-1、内宮の新入り口に架かる宇治橋から約200メートルのところに鎮座する。大水神社から50メートル先には内宮所管社の郷土、橋姫神社、70メートル先には内宮摂末社の津町神社、新川神社、石井神社があり、7社が集まっている。また、神宮文庫の前身である旧林崎文庫もこの地にある。12段の石段を登ると、神明鳥居一基と社殿がある。三社は同座しており、社殿は一つである。枝分かれした大楠の古木が、社殿の上を覆っている。この大楠は直径2メートル以上ある。神明造り板葺きの社殿は南を向いており、一重の玉垣に囲まれている。社殿の大きさは、幅6尺、奥行き4尺、高さ7尺8寸。賽銭箱は置かれていない。社地の面積は 68.97 坪。延暦儀式帳によると、古代の社地は2町5反と大変広かったが、その後社地の一部が民家や寺院、林崎文庫の敷地になるなどして縮小したとみられる。社地北側と東側には一部石垣が築かれている。大水神社は内宮の摂社27社のうち第16位である。祭神は大山積御祖命。大山積の御祖命と表記する文献もあり、古書ではこの名で一致する。イザナギの命、イザナミの命の子であり、山の神だとされる。社名が大水であるのに祭神が、山の神であることをいぶかしがある文献もある。河合神社は内宮の末社16社のうち第10位である。祭神は細川水神。その名の通り川の神である。熊淵神社は内宮の末社16社のうち第11位である。祭神は大潮と地神。大水上命の子で岩清水の守護神である。1880年発行の神宮節末社以下明細取調べ帳によると、創建は水仁天皇の御代とされる。高麗神宮儀式帳の記載によると、大水神社には、羽振部が任じられており、社殿の作り替えは国軍司が担った。氏常新時期の文明14年正月15日上には、大水神社の羽振部が神事に奉仕していた旨記述があることから、少なくともこの時代までは、社殿が存在したことが確認されている。中世以後祭祀の断絶により社殿は廃絶し、社地のみが残された。寛文3年12月21日に、戦後の儀を行い再興された。再興したのは大宮司の加部清張であり、以後宮司の責任で作り替えが行われるようになった。明治4年、大水神社に、河合神社、熊淵神社を同座させる。河合神社、熊淵神社は、元来、五十鈴川の上流に鎮座していた。1877年9月に、植生改正に伴い、守衛が置かれるようになった。社殿は1918年7月と1956年2月に、建て替えが行われ、1977年3月24日に、大修繕が完了した。大水神社で執行される祭祀は、津町神社と同じである。すなわち、巡回祭典の形で、記念祭、月次祭、神嘗祭、新嘗祭の際は、社殿の前で祭祀が行われ、祭誕祭、原始祭、建国記念祭、風火祈り祭、天朝祭は、養子にて再興する。1977年に行われた境内の立地調査によると、くすすぎ犬びわしい、薪を使用樹種とし、計30本あった。ありがとうございます。